我々も地震国日本、特に阪神・淡路大震災、それから中越沖地震等、たくさんの被害を受けておりますが、それらの経験を踏まえた上で我々ができることをしっかりとまたニーズに基づいてやりたいと思ってます。今現在は200名という先遣部隊でありますが、事後主力が施設部隊が進出をしてきたならば、いろんな瓦礫の除去、倒壊した建物の整理、そういうことをしていきたいと思います。その時期については大体3月以降ということになると思います。